海と日本プロジェクト in 福井。日本財団がオールジャパンで進めているこのプロジェクト、豊かな海を未来に残し、海を大切にする気持ちを若い世代に伝えていこうとするイベントやプログラムを紹介しています。今、海が直面している深刻な問題、それは海洋ゴミ。中でも最も問題とされているのがプラスチックゴミ。海洋ゴミの半分以上を占めます。素材の性質上、400年以上海の中を漂うものも。海洋ゴミは人間活動がもたらした深刻な問題なのです。こうした中、日本財団は海洋プラスチックゴミ対策を目的に、複数企業と商品開発、共同研究などを推進する連携組織、アライアンス・フォー・ザ・ブルーを新設しました。異業種間の連携のもとに、新しい素材の開発、あるいは海洋についてのイノベーション、産業界もイノベーションを起こしていくというようなことにまで発展をしていくと。この組織には包装資材メーカーや小売り、リサイクルなどの多業種企業が参加。商品の企画から流通、再利用まで一貫した対策を行い、資源循環型社会の実現を目指します。海と日本プロジェクト in 福井のホームページでは様々な情報を発信中。ぜひチェックしてください。海と日本、見てくださってありがとうございました。 Facebook、Twitter、Instagram、チャンネル登録お願いいたします。